お疲れちゃんです。ラットです。というわけで今回もクラッシュロワイヤルやっていくんですけど、今日はですねこちらのスペシャルチャレンジ、はい、やっていきたいなと思います。でこのねチャレンジがめちゃくちゃあるんですよ。合計4,5,6,7,8個ね、はい、チャレンジがあるんですけども、結構ねうわ大変だなとか、うわやるの嫌だなと思う方も絶対いると思うんですけど、今回報酬がね結構豪華なんですよ。マザーネクロがもらえるのもありつつ、このね今年出た新カードがもらえるので、結構ねユニレベが低いカードがめちゃくちゃもらえるんですよ。なので僕普通にスケドラとか LSP とか、LJ とかもどれも完走してないので、単純にね僕が欲しいっていう部分もあるんですけど、ぜひねはい最後までねクリアしてほしいなというところで、これすべてねはい攻略していきたいかなと思います。でまずはねこの床一面のヒールチャレンジからおすすめデッキ紹介していきたいなと思います。でこれはね最初から2倍タイムからスタートしますね、エリクサーが。で全てのユニットをタワーが回復してる、ずっと回復し続けるようなチャレンジです。一戦やるんでね、そちらを見てもらえれば分かりやすいと思うんですけども、で、僕が紹介するのは、この、キョスケスパーキーウィザードですね。常に回復されるんですよ。なので、残るユニット、ウィザードとか、ダークプリンスとか、巨大スケルトンは間違いなく強いんですけども、だから残る、できるだけ硬いユニットがね、はい、ダメージ受けてもその後回復してくれるので、そういった部分ではめちゃくちゃ強いと思ってます。で、コウモリは、できるだけ軽いやつが1枚入ってると、回転回しやすいよねっていうところで、対空ね、とりあえずコウモリ、安牌かなという感じで、ね、入れました。で、このチャレンジね、意外とやってる人が少ないのか、わかんないんですけど、マッチングマジしないんですよ。本当にマジでマッチングしないっていうのが唯一のね、このチャレンジの敵かもしれないんですけども、とりあえずね、やっていきます。で、もう初手からね、いや、これ2倍どころじゃねえか。もしかしたら初手から3倍説がありますね。でもなんかもう、ほんと組むだけ、なんかキョスケスパーキー、もうダックプリウィザードとかも組んだ時には、相手からしたらもう絶望ですよという感じですね。で、相手に、巨大スケルトンがある場合だけちょっと変わるんですけども、巨大スケルトンがあるとどんだけこうご利用しても、でこれライトニングでダメージ受けても回復するんですよ。そう、どんだけご利用しても、なんだ巨大スケルトンの爆破でいかれてしまうので、そういった場合はなんか両サイドに結構カードを出して、なんか両サイド攻めていくイメージを持ってもらった方がいいかなと思います。さあここはもうねもうブッパですよ、ブッパ。相手さっきライトニングやなのみでしたね。こう形組んでからのレイジでね、はい、これ止まんないと思いますね。でもダックプリとかも追加してあげると、相手はライトニングボーイもできないよと。一応ね、この僕はね、突破されないようにゴーレムを後から処理しとけば、もうこれだけでね、はい、勝てます。これマジで、ね、余裕で、この、ヒールチャレンジですかね、クリアできると思うので、ぜひね、このデッキも参考にしつつやっていただけたらいいかなと思います。というわけで、さあ次のチャレンジね、行きたいと思います。続いてね、はい、こちらジャイアントレイジチャレンジの攻略デッキを紹介していきたいなと思います。でこちらはですね、強制的にねジャイアントをデッキに入れなければいけません。ですがそのジャイアントは、使えばね常にレイジ状態となっているということで、相手もジャイアントを使うので、ジャイアントを対策しつつ、自分もこう積極的にジャイアントを出した方が、出し得っていう感じですね。結構なんかジャイを出せばもう出すだけで相手のタワー半分ぐらいは削れるので、高回転でジャイアントを出しつつ、ジャイアントを対応することができる、ミニペッカと万能のウィザードを入れたデッキになっております。で、前もね、こんな感じのデッキ紹介したんですけど、その時はプリンスだったかもしれないんですけど、ミニペッカの枠はプリンスでもね、全然いいかなと思います。で、LSP もしかして持ってないよとかっていう方は、アイスピであったりだとか、他のね、1コース系でいいと思いますという形で、高回転でウィザードが回れば、相手がもしね、空カードがあったとしても守ることができますね、というところで、こちらでやっていけたらなと思います。高回転ジャイミニペウィザードのイメージですかね。なんかミニペとプリンスとか、本当に好みですね。なんとなく、本当に僕はなんとなく、ミニペにしました。本当になんとなくですね。プリンスでもやりましたし、なんかどっちでやっても変わんねえなと思って、それなら回転早い方がいいかなと思って、さあ、ミニペッカつけて、これはね、ザップが、たまたまちょっとね、ザップが今手札になかったっていう辛い事件なんですけど、ウィザードがね、暴走してる。さあ、
で、まあ、回転が早いので、まあ、なんとかね、相手がジャイアント出してきたら、まあ、回転でね、今ミニピックとかないんですけど、まあ、こうダメージ受けて、その分カウンターにできたらいいかなっていうのも、まあ、しっかり考えつつね、まあ、ジャイを出せば基本的にはマジでダメージが取るので、さあ、ここ相手8枚ジャイアントをしてくるが、これでもね、マジダックプリミニピとか出してて、相手のジャイアントレベル8なのに、攻撃されちゃうんですよね。さあ、ここはスケルトン部隊さっきやったんで、ザップ構えるが、回ってるかな？なんかチキンやつ出てきたな。さあ、バルキリー出てきた。これはね、さては、あ、エレキがいたな。まあ、一回シュラクラ組んでも良さそうではありますね。さあ、なんかエリクサーがね、2倍から始まるモードだったり、なんなら3倍から始まるモードだったり、ちょっといろいろあってね、意外とごっちゃになるんですけども、さあ、今回は1倍と。で、このバルーンは、まあ、対応するよりかは、せめて1本取った方が、なんか効率良さそうというところで、さあ、無視していきます。さあ、スケボー打つことによって、このウィザードがね、まあ、残って、さらにね、これでキングにも結構ね、プレッシャーをかけることができますので、この半分 HP あるかないかぐらいのジャイアントでも、いや、アホみたいに削るんですよね、あいつ。本当に、ジャイアントは出し毒ですね、今回のチャレンジは。マジでできるだけいっぱい出した方がいいですね。まあ、そのカウンターで、まあ、詰まないように、しっかりなんかウィザードでね、まあ、回収するイメージですかね。で、今回相手バルーンだったんで、ちょっと怖いんでね、ウィザードは気持ち残しつつ、さあ、まあ、ミニペで溶かして、まあ、ジャイが歩くのが早いのがね、救いですね。まあ、ここウィザード出して逆サイバルーン来ても一応ファイボで守れるのと、あとはこの低回転のね、低回転っていうのか、高回転か。まあ、回転が速いところを生かしつつ、まあ、ウィザードもね、手札に持っとけば、そう、あれ1周目のジャイアントはおとりで2周目を通そうと思っていたのですが、1周目でほぼね、ダメージが入ると、まあ、いう感じで、なんかね、ジャイアント、施設とか入れても、結構完封するのは難しいんですよ、今回。本当に。なので、まあ、できるだけね、いっぱいジャイアント出した方が、勝ちやすいですよ、と、まあ、言ったところで、さあ、このジャイアントレイジデッキね、ぜひこちらのね、デッキ使ってみてください。さあ、次ね、迫撃砲争奪戦行きたいなと思います。はい、迫撃砲ね、争奪戦。こちらのチャレンジはですね、アリーナのね、真ん中にめちゃくちゃどでかい迫撃砲がありますよ、と。で、それをね、先に壊した方が、まあ、自分の迫撃砲になって、強制的にね、相手がユニットを出したり、施設を出しても、絶対的にタワーをたげ取る、まあ、迫撃砲を、まあ、自分のものにね、することができますよ、というようなね、チャレンジです。まあ、一定時間あると壊されたりだとか、まあ、相手のユニットの攻撃とかでも壊されたりしまうんですけど、まあ、積極的に迫撃砲を壊して、まあ、ダメージをね、稼いでいこうというようなね、チャレンジでございます。で、デッキがですね、こちらのね、もう迫撃砲を結構ね、一生懸命取っていくスタイルで、ね、僕はやっていこうかなと思います。まあ、スタイルとしては、その迫撃砲をもうガン無視して、まあ、ゴーレム、ダクネの形を作ったり、まあ、バルーンの形を作ったりとかがね、まあ、あるとは思うんですけども、僕はちょっと迫撃砲を取りに行くタイプでね、やっていこうかなと思います。で、ローリングウッドの枠なんですけども、ヤナーメでもいいんじゃないかなっていう思いがあって、ちょっとね、ウルトを持ってない方もいると思うので、ちょっとヤナーメでね、やっていこうかなと思います。まあ、矢だと、なんかね、こう、迫撃砲を無視してきたデッキに対して、まあ、ゴレとかラバーに対してのヤナーメの、防衛力が結構強いと思うので、普通に矢でもいいかもしれないんですけど、まあ、とりあえずね、こちらでやっていきたいと思います。もうインフェルノタワーを最初にね、置くのが大事。これですね。で、相手もインフェルノタワーを持ってる可能性があるので、始まった瞬間にお互いインフェルノタワーを置くっていう作業が結構あるんですよ。お願い相手、あ、寝てなかったら嬉しい。寝てなかったですね。そう、なので、できるだけ初手は急いで、インフェルノタワーを置いた方がいいですね。もし相手も、同じようなデッキだった場合に、こう先にね、やっぱ迫撃砲を壊せるだけでダメージがね、結構でかいんでね。という感じでございます。で、メガゴ採用は、いや、枯渇デッキに結構謎なんですけど、正直何でもよかったんですよ。正直何でもよかったから、まあ、メガゴ、空にも対応できて、なんかこの真ん中の迫撃砲とかも地味にね、壊すのメガゴ優秀かなと思ってこれにしたんですけど、さあ、僕のこのスキャもね、地味に頑張ってます。え、ボールブレイクはそんなことできたの？いや、でも俺の方が早い。さあ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 。まあ、こんな感じでね、迫撃砲を取り合う、普通に楽しいね、チャレンジでございます。なんで、まあ、こう、今回のザップと、あとか、ま、ザップ採用なんですけど、スケルトン部隊とかの採用が多いんですよね。で、それに対して速攻打てるのと、まあ、あとインフェルノタワーの採用も多いので、まあ、それをね、速攻壊せるっていう意味では、さあ、ザップね、
とかヤナアメがね、いい採用なんではないかなと思います。さあ、これ勝てんのかな？相手のスケルトン、あ、さあ、ザップですね。まあ、これはいいザップですね。で、ここで、そうなんですね。普通に、相手の迫撃を、普通のね、バトルモードだったら、インフェルノタワーに飛んでいくんですけど、今回はもうガン無視でね、タワーにタゲ取るので、あれ？これインフェがタゲ取ると思ってた。まあ、こういうのは積極的にね、しっかり壊していかないと、ダメージ痛いんでね。さあ、で、ここはしっかりユニットで受けてあげて、まあ、一応ゴブリンバレルもあります、僕はね。一応ゴブリンバレルはあるんですけど、まあ、使わなくても戦える。まあまあまあ、ないと、最悪迫撃砲がね、取れなかった時に、ダメージ稼げないっていう部分では、まあね、あっていいと思いますね。なので、まあ、攻めカードはそんないらないかな。1枚あれば十分かなというところで、普通だったらスケバレとかが入るパターンだと思うんですけども、スケバレはね、抜いてやってますと。さあ、で、とりあえずこれはもうなんか暇して、迫撃砲が壊れるまでは、僕、迫撃砲を、ね、真ん中に召喚されないので、まあ、壊れた瞬間ぐらいにもインフェルタワーを置くっていうのはいいと思うんですけど、相手はね、もうもしかしたら諦めた可能性もありますね。さあ、ここでもインフェルタワー置いとけば、速攻を壊してくれると。ヤナアメ採用結構いいかもしれないですね。ウッドでやってたんですけど、普通にヤナアメでいい説もね、はい。なんかメガゴもなんか程よくて、という感じでね。さあ、ぜひね、こちらの迫撃砲チャレンジ、こちらのデッキをね、参考になればいいかなと、思いますというわけで、さあ、残りね、4つほどチャレンジがあります。すべてね、やっていきたいなと思います。さあ、ヒールスプリットゲット。ではね、はい、次へどうぞ。そしてね、次は、サータグって読むのかな？まあ、YouTuber のね、で、ファストサイクルチャレンジということで、なんと、エリクサーコストが4以下のカードしか使えないね、対決です。しかも、エリクサーは3倍モードで、大会がね、大会っていうか勝負が始まるというようなモードです。で、デッキがね、限られるんですけど、この僕が作ったデッキ、マジで強いんで、これはね、ぜひ使っていただきたいんですけども、まあ、ちょっとね、見やすくしますと、僕レア度でね基本的に見る人なんですけど、まあ、こんな感じでね、本当にエリクサー4以下のカードしか使えません。なので結構攻めるカードが限られちゃうんですよね。まあ、ディガープラスのポイズンデッキだったり、まあ、ゴブリンバレル入った枯渇デッキ、まあ、ウォールブレーカーデッキ、まあ、あとは無限ヒーラーデッキとか、まあ、なんかそんな感じ、迫撃砲デッキと、まあ、それぐらいしかね言ったら攻め手がないんですよ。でそんな中で、まあ、エリクサー3倍モードって考えて、こう考えた時にバルーンとかスケルトンラッシュとかいないので雪玉いらないし、空カード薄くていいんですよ。空がいないんで空薄くてよくて、まあ、あとはこう、まあ、基本的にはマジアチャとかゴレタクネとかっていう戦術もないし、スケラもないのでポイズンもいらねえなというところで、このねファイボクエイクの、対空マスケットあって、高回転のホグライダーと、これがね削れるし守れるしもう最強です。これはもう異論はね認めないっす急に、はい、本当にねこれはマジ強いんで、なんでナイトじゃないのっていうとこなんですけど、ランバーがねやっぱ高回転でもあるんで、レイジがねすごい常に落ちてる状態が生まれて、常にレイジホグができて、それがね強いんですよ。さあ、とりあえずマジでランバーホグしとくだけで、相手がね、ユニットレベル本当に低いのは申し訳ないんですけど、まあ、今回のチャレンジ本当に陸合戦なので、マジで陸がね、僕の対戦でもすごい多いんですけど、まあ、こんな感じで陸ゲーになるんで、ボムタワーもね、先置きとかでも全然いいと思いますね。で、置いて、で、ここでね、さあ、守りますよと。で、このランバーにホグを乗せて、まあ、とも施設があるかもしれないので、もうクエイクも打って、なんならファイアーボールも構えて、さあ、ミニペッカとかを巻き込んで、バチコングッドゲームと。いう感じでね。マジで、めっちゃ強いです。これは、多分最強だと思いますね。ぜひね。まあ、これはもう相手が諦めたっていうのもあるんですけど、ぜひね、こちら、参考になればいいかなと思います。というわけで、次のチャレンジね、行ってみましょう。そしてですね、こちら、ウィズザック。かな、まあ、YouTuber ですね。の、はい、スパーキーデュオチャレンジというものをね、攻略していこうかなと思います。で、こちらはですね、お互いの、キングタワーからスパーキーが、同時に2体ずつ、もう、お互いなんか同サイドに、スパーキーが2体ずつ、ちょっとね、出ていくようなチャレンジになってます。で、序盤からずっとね、エリクサー2倍ということで、まあ、スパーキー対策がね、大事だということは間違いないと思います。というわけで、こちらのね、メガナイトプラスの、空がね、3枚入りのエレキも入ってる。
そしてまあザップも入ってる。このザップの枠は、まあ、柳雨でもいいかなと迷ってて、まあ、エレキも持ってねえよって人とかは結構ね、ロケット奉仕とかなんかこうプリンセスとかなんかね、遠距離系の遠くから撃てる、まあ、ロケット星かな、個人的にはでもいいかなと思います。あのね、2回しかできないんで、これなかなか試せないんですよ。だからね、最適解のデッキを説明したかったんですけど、今2回やって全然デッキ違うんですけど、僕が今回紹介するのはまあ、対戦相手のデッキも参考にしつつ、こちらにね、至りました。まあ、ベビドラ、ライドラは確定で入れた方がいいなっていう印象がありますね。まあ、スパーキー2体とも陸なので、まあ、空から一方的に攻撃できる、かつ、ライドラはね、リセットがあるので、もう最強と。まあ、ライドラ、ベビドラ、エレキかな。まあ、ここの3枚は確定ぐらいで入れたいですね。で、ボムタワーは、結構スパーキーボーイで優秀なんですよ。ボムタワープラスのザップとか、ボムタワープラスのスケだけで意外とスパーキー守れるんで、まあ、あとは陸にもね、防衛が強いというところで入れてるんですけど、まあ、使い方がちょっと難しいよって方とかは、なんか結構本当にスケルトン部隊とか、なんか他のまあ陸とかでもいいかなという印象ありますね。はい。なので、まあ、ちょっとね、やっていこうかなと思います。まあ、参戦だけでいいっていうのもあるんですけど、どうせならちょっともうちょっとやりたいかなという印象もね、あります。で、今回は初手からね、2倍エリクサーで、お互いそうですね。もう同じサイトに、同じサイドに、こう出てくるようなスタイルになってます。で、ロケット採用、ロケット入れないのって相手外してるんですけど、思われるかもしれないんですけど、ロケ、なんかいらないなって思いましたね、個人的に。なんかロケなくても、ってこのチャレンジさ、俺 LSP なかったんだけど、あった。いや、あったか。LSP ありましたけど、僕はね、LSP じゃなくて、あれにしたんですね。そう、スケ。なんでスケにしたかっていうと、なんかなんか陸系になるからスケにしたんですけど、ワンチャンスケじゃなくて LSP の方がいい可能性もないことはないですね。なんか、まあでもこの、なんかライドラとかビビドラで、この、スパーキー対決を制した時の端前メガナイトがマジで強いですね。まあそれがさっきなんですけど、で、ここもだって真ん中メガナイトするだけで、あれで絶対きついと思うんですよね。ロケットザップ LSP って結構メタカードがあるんですけども、スパーキーだけをこうなんかメタってると、この僕のホバリングとかエレキとかが意外と止まんないみたいな感じなので、ちょこのスケの枠はね、もしかしたら LSP でもいいかもしれないですね。そこはちょっとね、皆さんお任せします。僕はなんかスケでやってますけど、ぜひね、はい、こちら参考になればいいかなと思います。というわけで、次のねチャレンジに行きたいなと思います。はい。そして続きまして、ネリーかなのエリクサー祭り。はい。こちらやっていこうかなと思います。こちらはですね、もうお互いね、キングタワーから、エリゴレがね、もう無限に出てきます。しかも、出てくる量が異常です。めちゃくちゃ多いので、もうエリゴレを守ることに本当に必死になる、戦いでございます。で、おすすめデッキは、こちらになります。マジで、想像の数倍エリゴレ出てくるんで、めちゃくちゃエリゴレ対策をします。ボーラーは今回必須レベルで入れてください。そして、ウィザードではなくてファルチの方が個人的におすすめです。なぜなら、ユニット、スペルで飛ばないからですね。だからウィザードだと、ファイボザップとか、なんかスペルでやっぱ飛びやすいので、ボーラー、ファルチの2体は結構ね、必須レベルなんじゃないかなと、思います。で、ライドラは、まあ、スパーキー板用対策ですね。僕的には。あとは残るって感じですね。で、バルキリーは、まあ、ダクプリでも、バルキリーでもどっちでもいいかな。まあ、バルキリーは個人的になんかエリゴレの優秀な感じがします。で、メガナイトの枠は、さっきね、ロケット方式でやってたんですよ。そう、最初スケラ入れてやってたんですけど、スケラいらねえなって気づいて、で、次ロケット方式にしたんですけど、相手も同じようなデッキで、もうお互いなんか削れない対決みたいになっちゃったんですよね。なので、まあ、あとは、柳雨とかでロケット処理されちゃったんで、メガナイトとか入れとった方が、まあ、最後の最後まで行った時に、ちょっといいのかなっていう部分で、エレジャイでもいいかなと思ったんですよ。なんか個人的に、エレジャイプラス攻め取るねで、相手のユニット全部処理するみたいな。まあ、なんですけど、エリゴレに対してどうなのかなって思って、まあ、一旦メガナイトでね、やります。で、まあ、トルネファイブを入れとけば、相手の陣地の、まあ、プリンセスとか、こう、いろんな固まったユニットをトルネファイブしつつ、最後のね、タワーの削りにもなるので、こちらをね、やっていきたいと思います。で、スケは、まあ、この4枚出して、スケ出して、この4枚出して、スケ出して、この4枚出して、スケ出してっていうね、イメージ用のスケでございます。はい。本当に想像の数倍出てきます。あとは、初手この、エリクサーが、初手だけここにあるんですけど、これをスケで拾えます。
初手あればね。これでまあ、気持ち1ヤードなんでね、僕自身は。さあ、という風な感じでやっていきます。いや、マジで、思ってる以上にエリゴイ、あ、エリクサはその後も降ってくるんですね。ごめんなさい、知らなかったです。さあ、これはね、マジで、やばいぐらい出てくるんでね。さあ、もう範囲攻撃でしっかり縛いていきます。で、僕のエリゴイも縛かれるんですけど、もうこれはね、しょうがないんですよ。いや、めっちゃ出てくるんでね。これをどん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 回収していくって、もう回収してるだけで正直精一杯ですね。まあ、メガナイトワンチャンエレジャー一説もね、ないこともないですね。まあ、メガナイトだと、なんか自然とカウンターになるので使いやすいかなっていうのありますね。まあ、エレジャーだと攻め取るのが強いので、最後の最後の攻めで優秀かなっていう。さあ、で、どんどんね、こうボーラーファレッジが自陣に残っていくイメージですね。あの豚野郎はね、処理してもいい気がするんですよね。さあ、で、左も右も、このね、回収役たちをしっかり出しつつ、まあ、みたいな感じのね、本当になんかもう、地獄、あんま言ってかない、地獄絵図みたいな。本当に。いや、すごい、メグナイト結構良さそうですね。もうこの本当に範囲攻撃を一生出しとくイメージですね。両サイコ出して出して出して、みたいな。やばくないですか、これ。このチャレンジ、どうやったら思いつくんですか。やばいっすよね。さあさあさあ、逆サイドのマルチが暴れてくれてるか助かる。気づいたらそうタワーが落ちてる。まあ、そんなイメージですね。なんか自分から、なんか攻めるバルーンとか、なんかスケルトンラッシュは最初なんか入れたいなって思ったんですけど、後々いらねえなってなりますね。本当に、こうユニットだけで、エリクサーがね、めちゃくちゃ溢れてくるんで、これだけで突破できるというようなね、そうチャレンジで、ございます。やべえな、これ。えぐいっすよね。相手の遠距離とかは、厄介だったらこう攻めトルネードでね、吸ってあげたり、まあ、ファイボとかでね、溶かしてあげればいいかなと。さあ、そういう感じでね、スペルとかで打たれ強い、まあ、ボーラーファルチェが非常にね、おすすめかなというチャレンジでございます。ぜひね、こちらのチャレンジ、このデッキね、皆さん使ってみてください。というわけでね、さあ、次のチャレンジ、行きましょう。はい、そして続いてね、CWA、エリートバーバリアンラッシュということで、こちらはね、両タワー、お互いね、エリババがこうずっと出てくるよというようなね、チャレンジでございます。なので、まあ、エリババの受けとかをね、しっかり多めにしたデッキが、まあ、クリアしやすいのかなということで、僕がね、考えたデッキはこちらでございます。まあ、片方のサイドにスパーキーを流して、片方のサイドにボーラーを流しておけば、相手のエリババは止まる説というようなね、デッキになってます。で、体育がね、気持ち薄いようなデッキなので、まあ、ザップは、好みなんですけど、これもヤナーメでもいいかもしれないのと、あとエレキをね、まあ、持ってないよって方は、ウィザードでもすごいいいんじゃないかなと思ってます。今、2回やってね、キョスケ型と、まあ、メガナイト型をやったんですけども、まあ、これもまた本当にどっちでもいいかな。まあ、メガナイト持ってねえよって方は、ぜひ、キョスケ型でやってみてくださいと。で、スパーキーを持ってねえよって方は、まあ、なんだろうね、陸系なので、ボンバーとか、まあ、エリババに次いでボンバー、あたりをおすすめしますね、個人的には。なんか、後ろから流せて足遅いユニットの方が、結構ね、使いやすい印象がありましたというところで、はい、こちらね、早速やっていきたいなと。思います。いや、チャレンジ長いっすね。これが終われば、次がね、一番最後のチャレンジで、まあ、マザーネクロがね、もらえますので、ぜひね、ここまで来たからには、最後までやっていただきたいなと、思いますね。まあ、最初とかは、まあ、スケとかでね、受けてもいいかなと思います。なんならこのスケね、エレスピにしようか迷ったんですよね。そう、エレスピだと、なんか、本当に相手のコウモリとかの対応が楽なんですね。サンガゴとか。まあ、ヤナミにしたりとか、いろいろ悩んだんですけど、まあ、ボーラがね、マジで強い。そう、ボンバーの採用も結構多いんですけども、まあ、そんな中でも、あれですね。誰だ？忘れた。名前。あ、ボーラーのね、活躍が結構あるので。さあ、ここは、相手はスケルトンラッシュというところで、まあ、守りつつ、まあ、自然とカウンター。これはね、相手は結構苦しいと思うんですよね。で、エレキかコウモリ足したいですね。さあ、まあ、エレキでいいかな。さあ、しっかり足して、ここはメガナイトが残ってますので、エリババも。あ、行っちゃった。まあ。さあ、これは止まんないですね。さあ、エリババを守ったカウンターで自然とね、相手が苦しむ。まあ、これがね、理想かなと思います。で、まあ、右サイド来てるので、しっかりユニット出して、で、今回相手は、あれだったんですよね。スケラだったのが、個人的にはちょっと厄介かなと。で、ここちょっとなんか、普通にね、こう、形を、なんて言うんですか、阻止するというか、まあ、守ってね、自然とこう守ってるだけで、勝手にね、こんな感じでカウンターになりますので、で、あとは、まあ、本当に守る感じかな。
いや、ボーラーがね、最近のチャレンジめちゃくちゃ活躍するんですよね、個人的に。そう、まあ、スパーキー持ってない人はボーラー使えるし、スパーキー持ってたも、持ってても、ま、両方使えるっていうか、そう、ボーラーのね、活躍がえぐいんですよ。さあ、という感じでね、ここはもうなんか相手が攻めてきたサイドにメガナイト出すなり、まあ、こういうとこですね、メガナイト出して、よいしょ、さあ、カウンターね、コウモリで、さあ、タゲ取ってるベビドラに後から出してあげると、このコウモリがね、無駄死にせずに、頑張ってくれますよ、という風な感じで、まあ、あともう本当に後ろからこう、スケとかで、まあ、高回転で回して、ボーラーとスパーキー出しとけば、まあ、多分負けないでしょうよ、というようなデッキです。あと50秒もある。長っ。これはあと50秒も俺やる必要あるかなっていう感じなんですけど、まあ、ベビドラがちょっと厄介ですね。まあ、エレキとかコウモリでしっかり処理してあげましょう。で、こういうところで、ちょっとね、余裕があれば攻めてあげて、もうね、さすがにこれは止まんないでしょう、というような流れができてます。さあ、このスケロは守る必要もないが、一応守ってね。さっさっさ。あとは、このままね、キングを追ってくれるのを待つだけ、というような感じで、ぜひね、こちらのデッキ参考になればいいかなと思います。というわけで、次がね、ラストですね。はい。このね、チャレンジとか撮るのめちゃくちゃなんか、地味に大変でしたね。一回一回切って、撮って。あ、まあまあ、来た、お帰り。さあ、ラストですね。こちらはね、この後、紹介したいと思います。さあ、こちらがね、ラストチャレンジでございます。レジェンダリーの無限エレクサーチャレンジと、まあ、いうことで、こちらはですね、マジ、めちゃくちゃ楽しいやつですね。エリクサーなんと7倍のやんね。何回かね、動画でもやったことあるんですけど、エリクサー7倍でございます。すごいカオスなね、チャレンジなんですけど、まあ、楽しんでね、ぜひ、やってみてください。で、こちらの、最強はね、エリゴレでございます。で、ランバージャック入りのエリゴレでございますね。ランバーがないと、このチャレンジは、まあ、3種類ぐらいのデッキに分かれてて、めちゃくちゃ重量級、巨大スケルトンとか、メガナイトとかがいっぱい入ってるデッキと、あとはもうキングをね、最速で落とそうとする、まあ、ロケット削り、クエイク、なんかスペル削りデッキと、まあ、あとはこのエリゴレに分かれるんですけど、多分エリゴレがね、頂点だと思ってます。まあ、それがね、こんな感じのマッチングなんですけど、まあ、なんか、まあ、スペルでキング落としに来る人もいれば、まあ、重量級でめちゃくちゃ頑張る人もいるんですけど、まあ、端前からエリゴレ、ヒーラー、ランバー、ドラドラ出してヒースピンみたいな。で、相手の遠距離のファルチとかウィザードとかがいたら、トルネードで吸ってあげたりとか、まあ、トルネフリーズでね、固めることがめちゃくちゃね、鍵になってくるんですけど、ぜひちょっとね、見ていってください。さあ、というわけで、まあ、初手端前基本もういっちゃいますね。もうエリクサ7倍なんで、これ待ってたらダメなんです。エリクサ損しちゃうんで。で、遠距離系の、なんかめんどくさいのが来たらもう攻め取るんでね、こう引っ張ってあげて処理していきます。さあさあさあ、まあ、これ本当にこれでね、勝てます。で、そういうやばいチャレンジなんですけど、本当に、いや、こういうなんかすごい、よいしょ、で、攻め取るんで吸ってあげて、で、ウィザードとかファルチだったらフリーズした方がいいと思うんですけど、ジャイアントその間に溶かされちゃうんでね。まあ、ウィザードとかファルチじゃなければ別になんかフリーズもいらないかなと。で、なんかできるだけ最初はユニットヒーラーとか2周目を意識して、まあ、後半からはもうこうエリゴレね、もう出しただけで、はい。こういう、端前連打チャレンジでございますね。どいつが一番早く端前連打ができるのかというような、戦いです。で、一つコツとしては、相手に巨大スケルトンがあると、ずっと片サイド行っても爆破で全部死んじゃうので、相手に巨大スケルトンがいる時だけは両サイドに行きます。さあ、ここ相手ゴーレム出してきた。そんな余裕があるのか？さあ、連打、ヒーラー関係できるだけね、多めに出してあげて、まあ、ライドラ、ライトニングとか打っても、もう関係ない。さあ、相手のこのロケットはどういう意図がある？さあ、キングを削りに来る。ワンチャンバレルとかが来るかもしれないが、さあ、これは、さあ、決まったんじゃないのか？っていう、試合ですね。本当に。これがさっき楽しいとか僕言ってましたからね。相当な最高発言ですよと。まあ、いうわけでね、ぜひね、こちらのエリゴレデッキを使って皆さん最後までね、チャレンジクリアしてみてください。サマーマゲッチューというわけでね、こちらね、全部クリアしました。すべてね、はい、参考になればいいかなと思います。というわけでね、今日こんな感じで終わりたいと思います。よければチャンネル登録、高評価ね、コメント等もよろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。